近東パレスチナ難民のための国際連合救済事業機関はガザ地区、ヨルダンガー西岸地区、ヨルダン、レバノン、シリアで約500万人のパレスチナ難民に教育、保健、福祉、救急などの援助及び人間開発を行う国際連合の事業機関である。アンドゥアは第一次中東戦争を受けた1949年12月8日の 国際連合総会決議302により設置された。この決議は国際連合総会決議194を補強するものでアラブ諸国イスラエルの支持を受け反対なく可決された。1950年5月から活動を開始しパレスチナ問題に進展が見られないまま活動期限が更新され続けた。2009年には イスラエル軍のガザ侵攻による職員死亡を理由に3日間人道援助活動を全面停止した。アンドゥアは難民が人道支援を受けられるように難民の地位の定義を変えるように取り組んできた。パレスチナ難民とは1946年6月1日から1948年5月15日の間にパレスチナに住んでおり、 その家と生計を失った者とその子孫であることと定義される。1948年12月11日の国連総会決議194では帰還権や保障を受けるには適格性が求められるが、アンデュアによるものはそれより緩やかである。このため、アンデュアの認定による難民は一般の定義の難民認定を受けるかもしれない。 すべてのパレスチナ難民はアンルワに登録され支援が必要なものはサービス利用者となる。2013年1月1日時点でアンルワの登録難民は約500万人である。アンルワは58の認められた難民キャンプで援助を行っている。難民キャンプでは1952年までイスラエル領内の避難民にも援助が行われていた。 難民キャンプは当初テント村だったものが外見では都市スラムかコンクリートの要塞かわからないものにまで発展した難民の29%は難民キャンプに住むアンドゥアは認められた難民キャンプ街に住む多くの登録難民にも支援を提供しているあるキャンプがアンドゥアに認められるにはアンドゥアとホスト国政府の間でキャンプの使用に関する協定が必要となっているアンアは 自らで難民キャンプを運営せず、警察権や行政権を持たず、サービスのみを提供する。アンルアは国際連合機関の中でも最大の組織であり、2万9000人を超える職員がいる。そのうちの99%はパレスチナ人の現地職員である。本部はガザとアンマンに置かれている。アンルアの予算は年間数億米ドルであり、 そのほとんどは支援国が拠出している。ごく一部が国連から提供される。2012年度は6.55億ドルであり、最大は米国の2.33億ドル、ついで欧州委員会の2.04億ドル、その他イギリスやスウェーデンなどが続く。アンドゥアは国連総会の補助機関であり、その権限は3年ごとに更新される。アメリカ合衆国は ドナルド・トランプ政権下でアンルワに対する支援を打ち切った。2017年にアメリカは合計10.5億ドルの支援金のうち3.5億ドル以上を拒出したが、2018年は年初に拒出予定だった1.25億ドルのうち0.65億ドルの支払いを凍結すると1月に発表し、同年9月、トランプ政権は資金拒出の全面中止と、 難民と認定されるパレスチナ人の数の大幅削減を要求することも決め、2019年からは資金拠出を完全に停止した。2019年6月25日、アンドゥアは国連本部で資金調達のための会合を開くが、同末に活動が立ち行かなくなる可能性があることが報じられた。2020年1月28日にはアメリカとイスラエルが共同で、 和平案を発表し、その内容は全面的にイスラエルの主張に沿ったもので、アンドゥアの存在自体を否定し、解体するよう主張したほか、パレスチナ難民の帰還権も認めないと主張した。なお2019年夏に、ピエール・クレヘンビュール事務総長に、不当な援護主義や職権乱用の疑惑が発覚し、スイスやオランダなども資金拠出の停止に動いた。同年11月、 ピエール・クレヘン・ビュール事務総長が辞任。2021年1月にアメリカでジョー・バイデン政権が発足し、4月にはアンルワへの1.5億ドルを含む2.35億ドルをパレスチナ支援として拠出することを発表し、関係修復へと動いた。アンルワの活動は、教育、保険、救急、福祉であり、マイクロクレジット融資も行っている。 アンデュアは703の学校を運営しており、中東でも最大規模の学校システムとなっており、教師及び支援職員は22,885人である。1950年以来パレスチナ難民への初等中等教育の主な提供者である。教育はアンデュアの最大の事業であり、予算の半分と職員の8割近くがこれに当たる。基礎教育は 15歳までに無料ですべての登録難民の子供が受けることができる。2013年の生徒は約49万人である。アンルワのカリキュラムはホスト国のものに準拠している。これはアンルワの生徒がホスト国の地元で成人教育や就職に進むことを可能にし、またホスト国の主権的な要求にもかなうものである。1960年代では、 アンルワの学校はこの地域で最初に男女平等を達成した学校となった。40人から50人の過密な学級が一般的であり、アンルワのほぼすべての学校は二交代制である。すべての難民の子供がアンルワの学校に通うわけではない。ヨルダンとシリアでは子供たちは住居に近いためにその国の学校に通う。アンルワは合わせて、 約6200人の学生を受け入れる9つの職業、技術訓練所と2つの教員養成大学も運営している。パレスチナ人の難民社会では男性の稼ぎ手のいない家庭は非常に弱い。未亡人、離婚女性、障害者の父を持つ家庭はおよそ貧困である。アンドゥアはこれらの家族に食料援助、資金援助と保護施設を提供する。ありがとうございます。